はいどうも皆さんこんにちは。えー、今、風邪をひいている救急です。今回ですね、えー、こちら、ライトニングの呪文のですね、まあ、使い道について、まあえー、喋っていきたいと思います。ライトニングの呪文というのは何に使うか。まあ、タウンホール7の方だったら、やはりこれですよね。ダークエリクサータンクに、まあちょっと見てもらいたいんですけど、まあ、ヒットポイント2600で、1体の1本のですね、 攻撃力が、まあ、400, だと仮定する400だとするとあの、まあ、3発打ち込めば、えー、表示されているね、えー、ダークエリクサーの数の、まあ、約3分の1から半分分分の1からまあ半分は取れるという計算になりますんであのバ,バ,キンが、ね、ババキンを作りたい方とかはもうここにライトニングを3発ぶし込んで、えーまあ、ライダークエリクサーだけを取って帰るという方法が一つ。 そして、うん、まあこんな使い方をする人はいないと思うんですけどまあ対空砲に3発ぶち込んで対空砲を倒して対空砲レベル5でヒットポイント990なんであのー、まあ呪文を3発やれば確実にまあ壊すことができるとまあそうでもね基本的にターンホール8やターンホール7は対空砲が2個あったり3個あったりと、まあ、基本的に 1>, うん、1個だけじゃ1個破壊したところで出ってんのいうこと。まあでも、でもいいですね。でも自分的には、ここにライトニングを3発ぶち込むよりも、他のスペルを使いたいですよね。レイジであったり、ヒーリングであったり。まあということで、まあそんぐらいですよね。あとですね、援軍の釣りですね。援軍の、例えば今、クランの,しクランの城をですね、真ん中に設置してないんで、端に置いてるんで、ここで、 ここにアーチャー一体置かれただけで援軍が出てっちゃって、出れちゃうんですよ。出れった時に、ライトニングで、ライトニング一発ぶし込めば、バーバリアンや、えー、アーチャー、まあ、ゴブリンとかはまあ見ういらないですけど、まあ、バーバリアン、アーチャーは一発で倒すことができるので、それで、まあ、一発積む人もいますよね。なんで、クラン対戦の時とか、 まあ、ライトニングとヒーリングレイジー、まあ、この3種が結構基本3種なんで強いかなと思いますまあ呪文のねライトニングの使い方でしたご視聴ありがとうございました